天才くさ。ありがとう、俺の新しいテーマソング聞いてくれたのかな。あの映像でね、この羽が生えた草人ね、天使草人が出てたと思うんでね、それを書いてくれたと思うんだよね。ありがとう。無駄にマット度胸試し、まだピキノコ6個マジで嘘でしょえ、こんなん取れなくて、あ、いける、あ、難しい。最初ちょっと攻めた方がいいのか、2個ぐらい取って、あ、でも、あ、いや、じゃあ一回こっち側来ようぜ、こっち側逃げちゃった。これでもいけんじゃねえか、そのまま、ダッシュ、なぜいけると思った俺。もう一回、オッケーオッケーオッケー、で、一回こっち、痛ひなう、痛ひなうさせていただいて、はい、面が来る瞬間に、はい、はい、はい、あー、一個足りなーい。いや、てことはよ、みんな、これ2個ぐらい取ったらさ、これでよくね、ここで耐久して、あとワンナップ落ちてくるの待ちますな。ズル見つけちゃったな、入っちゃったー。このズルいいと思うんだけどな、成功しねえかな。無理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 。てかみんな俺気づいたんだけど、右そのまままっすぐ走れば、これ息4つ取れんじゃねえか、バカだ。それでさ、残り2つも、過ぎ去った後にすぐに超えなさい。じゃあ、おい、ふざけんな。みんなこのコースもしかしてめちゃくちゃ簡単なんだよ。俺がバカみたいなことしてなきゃ、もっと簡単にクリアできたんじゃないか。オッケーオッケーで2個取りましたら、はい、ゴールありがとう、センキュー。草人チャンネル。絶対透明度感に入れないコースで、入れたら 1.29 万円あげられたらあげたいです。なんでそんな微妙な数字だということでやっていきたいと思います。絶対に透明度感に入れないコースでやっていきたいと思います。鼻先入ってんだろうかよ。ちょっとよく見てみ、みんな。クエストこれなんだろう、絶対どっかで入ってやろうぜ。なんかね、入れたら、もし入れたらね、1.29 万円あげますって書いてあったんだけどね。どっかで入ってせっかくなら 1.29 万円スパチャしてもらいたいと思います。よろしく。あ、これも無理なんか。ここにこのボヨンボヨンが来るだけで、ここ入れなくなるのね。うわ、なんかさ、戻ったりとか、なんかパウとかが出てきたら、なんかパウ利用して、それに乗っかって戻って、それでもう一回戻ったところから入るみたいなさ、何かしらできねえかな。うわー、1.29 万欲しい赤スパ欲しくっそー、ちょっと待ってて。絶対どっかである、俺。どっかいないか、どっか入れるとこない。うわー、こことか入れそうだけど無理か。押すって押しても意味ねえよな。これ入りまして、この次、急いで、壁キックで、うわ、あ、これ入れそうじゃん。何かなんねえかな、ダッシュしてすぐに行くとかでも無理か。いやいや、とりあえず、あ、ちょっと待って、これいけるかもしれない。扉入ってさ、地下行くじゃん。これ、左とかなら入れるよ。よし、いや、別になんか戻るの禁止とかないもんね。ここ入れました。ごめんなさい。1.29 万くらいよな。こいつ、お前がなんか、仕掛けみたいなの作ってるところ限定とかじゃなくて、透明土管に入れないコースって書いてあったから、もう入れましたので、1.29 万もらいたいと思います。それはそうでしょ。入れたもんだってね。みんな今入れたの、みんなこの動画が証明してるからな。はい、入れました。ちなみにね、なんか制作者がコメント欄とか概要欄読む限り、多分小学生だったと思うんだよね。払えるかなぁ。いいよ。いいよ。さ、入れるかと思ったに、ここ。さすがに俺小学生から赤スパもらうほどね、心汚くない。さすがに、両親が痛みますからね。いい、いいのでね、親御さん、良ければね、その制作者の親御さん、もし動画見てたら赤スパお願いしますな。くっさー、でもいいしか考えるね、面白いコース。アイデアコース。あ、これで表目に戻ったら、ゴールできるできない。はい、ありがとう、センキュー。草人チャンネル。ヨッシーとガチレース。ヨッシーとガチレースするコースでやってきたと思いますけどね。まずはこちらのイージーモードからやっていきたいと思います。2回目以降ね、ハードモードいきたいと思います。ということで、ね、ちょっと待って、お前さ、ちょっと待って、ヨッシーがめちゃくちゃ張り切ってんですけど、お前、イージーモードだよ、これ。お前、もうちょっと手加減する気見せろよ。めちゃくちゃ本気じゃねえか、あいつよ。スタートからあんなに体力消耗するやついるか。バカなのかな、ちょっと、あ、何これ、オッケー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 。あ、こういう感じで進んでいけて、あ、おらららら、あ、でも、だいぶ余裕だね、めちゃめちゃくちゃ足遅いな、あいつ。え、そんなもんで、ね、俺に追いつけると思って、さすがイージーモードですね。圧倒的なさー。はい、ということで次はハードモード行きたいと思います。でもね、イージーモードがだいぶ楽だったからさ、そんなにハードモードでもさ、変わんねえんじゃねえのかなと思うんだけど、ちょ、あ、でもさ、ヨッシーなんか、イージーモードの時よりもなんか張り切ってねえか多分一緒、俺の勘違い。そんなマリオメーカー2に、ヨッシーのやる気変える設定はねえ。マリオメーカー3出たらね、もしよかったら、ニンテンドーさんこれ見たらやる気設定、あ、やだ、やる気変える設定入れといてください。よろしくお願いします。草人リスナーがね、望んでおりますから、オッケー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 、やだ、
ギリギリダメだった。なんで最近ここで一回スピンした後にさ、もう一回なんかくるくるみたいにバカなことをしもうなんか焦ったで、ね、いろいろ頭の中こんがらがっちゃって変なことをしちゃったんだよ。余裕でクリアできるじゃないか、バカ誰かということで、ありがとう、センキュー。メカクッパと星空で花ちゃんをということで、空中でメカクッパを弾きながら花ちゃんを5体倒す方行ってみよう。花ちゃんを5体倒してからゴールということでやっていきたいと思いますということで、ね、ここからね、あ、ムササメを取りまして、メカクッパちゃんを攻撃してて、これをね、花ちゃんに当てればいいということで、オッケー、こういう感じか、こういう感じでやれば多分当たるよね。はい、ありがとうございます。あ、そんなに難しくなさそう。お前復帰するの早いな。え、結構早いんですけど、もうちょっと待って、はい、オッケー、次まだか、オッケー来た。で、こいつを、おら、おら、よし、当たれ、当たれ。いやははは、いけるぞ。これは一発でクリアいけるかもしれない。はい、オッケーオッケーオッケー。次のやつが結構現れねえか。お前ずっとついてくんの、花ちゃん。死体が降ってきて、死体がずっとついて降ってくるんですけどね。気持ち悪いからやめて、こっち見ないで。死体にいたいともこっち見たい。オッケー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 。それで、ちょっと待ってね。あ、ちっちゃい。思ったよりちっちゃいじゃねえか。オッケー。当てたぞ。よし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 、あと一体、あと一体、あと一体、死体ちっちゃい。こっちみんな。死体こっちみんな。あー、くそ、ちょ、こいつ、あー、だめ、踏んじまった。ちょっとごめん、怒んないで。ごめんごめん、悪かったわ。悪かった、お前、どこへ行くんだ。そうそうそう、こっち来い、こっち来い、こっち来い。なんだ、その動きは。ちょっと待ってね。早く、こっち来てくれ。まだか。よしよしよし。当たる！あー、くそ！当たるぞ！どこ行くんだ！早くじゃ消えていなくなっちまったじゃねえかよ！残り1体まで来たぞみんな！こっからあとどのくらいで現れるか。あ、来た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 ！はい！あー、まずい！まずい！上がれ！上がれ、クサージン！上がれんだ！もっと上まで行かないと！あいつが出てこないよ！早く！当たれ！当たんないかよ。むずめちゃくちゃ難しかったんですけど、ありがとう、センキュー。草人チャンネル。ジャンプすると音符が変わる世界、こちらのコース行ってみよう。ジャンプすると音符が切り替わる世界ということでやってきたと、めちゃくちゃ面白そうなアイデアコースじゃねえかって、ね、これは一気にいけるよね。ちょっと怖かった。ちょっと怖かったけども、なんとか、おー、なるほど、そういうことか。これは、ジャンプですぐにここに乗る。オッケーオッケーオッケー。ここも一気に、ジャンプしよう、ちょ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 、いい感じよ、いい感じよ。ノーキンクサージでもこのくらいですぐに思いついちゃう。オッケー、ジャンプして、で、タイミングよくジャンプ、オッケー、タイミングよくジャンプ、ぶっ殺しちゃったー。さっきそのもうなんか、ぶっ殺す前になんか大体もうこれ死ぬやんけみたいなのが分かった。軌道で分かったぞ、気づいたぞ。ということで、毎回毎回さ、音符が切り替わるっていう同じ仕掛けなんだけど、若干このアイデア、オッケー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 、違うからね、めちゃくちゃ楽しめるコースだね。オッケー、ということで、こっち側に入ってからこういうコールっていう、このドキノコがずっとついてくんの何なのお前は。いや、別に殺す気もねえさ。かまってや、かまってやめろ、その動き。オッケー、こういう感じで、バカ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 、もう一回。で、こう行きましたら、一回ジャンプして、はい、うわ、見えなくなるのちょっときついね。ここ一気に行こう。オッケー、ありがとうということで、これどうやって切り替えてんだろうね、めちゃくちゃ仕掛け気になるな。これは、USキノコが上下に行っちゃったー。タイミングよく、はい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 、オッケー、これで PS1 が押されません。ここに行きますと、ありがとう。もうちょっと休憩ってことは、これレスト。はい、ということで、扉を開けまして、深呼吸。はぁ、行きたいと思います。なんだこれは、なんだこれは、これは、こういう感じが、はい、はい、はい、なに、ちょっと待って、めちゃくちゃむずいぞ、このオーツ。はい、はい、はい、ちょっと反応しないんですけど、ちょっと待って、どうなってんだよ、ジャンプしてんのに、反応しないのはなんで？どういうこと？はい。なんで反応しねえんだよ。もう一回行くぞ。はい。オッケー、結構むずい。結構難しかったんですけど、ありがとうございます。これでセーブ。あ、ボス戦来ました、ようやく来ました、みんなボス戦でございます。ということでやらせていただき、なんだこれは、なんだこれは、なんだこれは、ジャンプしないのか。はい。怖い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 。なんで、果て死なんですけどね、ちょっと嘘でしょ。果て死んだじゃねえか、どういうことや。ちょっと俺、あ、上に上がれ。あ、あ、じゃあ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 、ボスか、これ。あんまり必要なかったぞ、簡単に死んだぞ。